自分は何をしても失敗すると思うなら彼を見てください。世界で最も気の毒な人です。夫婦の新しいビデオをお楽しみください。史上最も気の毒な人の一日です。ご紹介します。彼が噂の人です。なぜ落ちたのでしょう。今日は彼に密着取材です。お風呂ありがとう、ケモジャくん。スマホ、夜の間に充電したはずですが。コンセントに刺さっていませんでした。歯磨きは大丈夫でしょう。安全にできるはずです。水が出ない？それならプラン T を実行しますか？やめましょう。何を食べますか？パンに丸いスライスのハムとチーズのスライスを乗せます。さあ、このコンビネーションを楽しむ時です。うーん、いい匂い。緑茶には人を落ち着かせる効果があります。まさに彼が必要としているものです。しかし、ティーバッグ全体がお湯に沈んでしまいました。これは手で取ったら熱いですよ。全部が全部言うことを聞きません。スプーンさえも反撃してきます。台所のシャワー、どうして僕の人生は失敗続きなの。タクシー。ドライバーは評価 1.5 の本物のプロです。でも唯一捕まえたタクシーなので仕方ありません。すみません。どこにあるか地図で教えてもらえますか？ナビが壊れちゃったんです。3年前に。ここですね。向かいましょう。ああ、助けて。一時停止の標識は無視ですか？車を止めてください。おろせ、まだ遺言書いてないんです。とうとう目的地に着きました。最後に一つ、殺さないでくれてありがとう。しっ、上司は席を外しているようです。CEO に会ったのは2回だけです。面接の時と遅刻してきた今日です。とてもラッキーですね。今日は真夜中までオフィスにいられます。夢は自分のオフィスを持つことですが、実現できそうもありません。まずはデスクを掃除します。
ゴミ箱が遠すぎます。それ正しい角度を計算し、風の抵抗も考えます。そしてシュート。よし、今日はうまくいきそうです。が、ゴミ箱でさえ言うことを聞きません。お昼休み。しかしカフェのテーブルは満席です。素晴らしいサマーテラスがあります。お客様だけの貸し切りですよ。こんな席じゃ凍えてしまいます。寒すぎます。彼と竜巻の二人用のテーブルです。シェフありがとう。レタスが顔にぴったりです。長く辛い一日の終わりは映画を見てリラックスしましょう。おっと、これを見に来たのは二人だけ。水知らずの人と二人だけの映画館というのも結構気まずいものです。え、映画は韓国語？何が起こっているのかわからないのは彼だけです。でも隣の人はあらすじを教えてくれました。結構楽しめたので、これをインスタにアップしようと思います。友達もきっと気に入るでしょう。これを撮影してはいけません。あとは警察署でね。彼の悪いことはこれで終わったと思いますか？見てください。謎の黒い車がちょうど止まります。おっと、皆さん、こんにちは。なんだかとてもスタイリッシュですね。今日の天気は気持ちいいと思いませんか？同乗者は、どうやらおしゃべりが好きではないようですね。彼らはお金を要求してきます。どうやら地域の有名な犯罪ボスと間違えているようですね。落ち着いて聞いてください。それは私の写真ではありません。ほら、口ひげがあります。それに刑務所に行ったことはありません。ああ、大きな誤解でした。いい一日を。ふう、かろうじて生き延びましたが。すぐにスリに出くわしました。あれ、お財布がない。 Bye, have a great time. なんでこうなるんでしょう。ちょっと待って、あれは誰？ありえない。彼女は自分と同じくらい気の毒な人です。この出会いを逃してはいけません。一緒に気の毒症候群を克服します。できるでしょうか。何をしても気の毒な人のストーリーはいかがでしたか？あなたの周りにもいますか？コメントください。皆さん、このチャンネル登録してベルをクリックしてください。夫婦の新しい動画をお見逃しなく。